オン市場駅から徒歩3分、大人の街祇園に佇む本格イタリアンのお店だって。1階にはゆったりとしたカウンター席があり、2階のテーブル席も雰囲気もよく広々としている。今日はカウンターで昼飲みとランチしちゃいますよ。注文はビーフステーキランチ1500円と、こちらのやったら明るい店長おすすめの赤ワインをいただきます。こちらのワインはグルナッシュとシラーという2種類のブドウが混合されているらしい。タンニンの渋みが控えめで上品。少し胡椒のようなスパイシーさもある。お、ランチの前菜2種類が来ました。岐阜県の養老豚のハムにバルサミコソースをかけたものと、奥はイタリアの冷たい卵料理でフリッタータというらしい。ハムからいただきます。豚の旨味がしっかりと出たハムに、酸味の効いたバルサミコソースが大人の味で美味しい。お次はフリッターだ。ずいぶんおしゃれな卵焼きやね。塩、胡椒とハーブの香りが自然とワイングラスを誘う。これはワインのお供やわ。ほんでこの見た目の可愛らしさにはおじさんも嬉しくなります。お次はスープとサラダですね。京都でサラダといえばやっぱり水なんやね。シャッキシャキの食感とピンクペッパーシーザードレッシングの相性はよし。スープはジャガイモのビシソワーズ。ああ、美味しい。優しいお味と口当たりやね。おお、メインのビーフステーキが来ました。これまた美しいビジュアルやね。お肉は牛ハラミで焼き加減はレア。おいしそうやね。いただきます。柔らかい。マッシュポテトと赤ワインソースがレアに焼かれたお肉によく合うね。祇園でこんなおしゃれなステーキランチ食べて、お昼からワインも飲んで幸せ。こちらは以前はバーだったお店をイタリアンバルに変えて、今年で11年目らしい。店長の中西さんはお店の形態が変わる前からここにいるそうですよ。なんだか食欲が増進してきたのでパスタ追加しちゃいました。アサリと菜の花ですね。くるくるしていただきます。おいしいね。麺はアルデンテに茹でられていて、弾力のある歯ごたえが心地いい。クリーミーなソースにアサリの旨味エキスが広がり、そこに菜の花のほろ苦さが効いて美味しい。パスタっていうのはなんでこうも満腹中枢を狂わせるのかね。食べて飲んでお昼から大充実。ごちそうさまでした。立ってから気づくお腹のパンパンさ。
あ、おいしかった。おしゃれで雰囲気もいいし、また一ついい店知ってる。イケてる男に近づきました。